お願いマッソー、めっちゃモテたい。皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちらダンベル何キロモテるですね、こちらとのコラボレーションとなります。こちらが一体どんな味なのかレビューしていきたいと思います。この作品僕もねちょっと見たんですけれども、筋トレしっかりやってる人なんかも見ても楽しめる作品だと思いますし、筋トレのね知識も得られて筋トレに対するねモチベーションもらえるね、すごく面白いアニメなんでね、見たことのない方はね一度見ていただければね非常にね好きになっていただける作品だと思います。僕のねお気に入りのキャラクターはあけみちゃんになります。かわいいですね。今回ダンベル何キロモテるのコラボレーションのフレーバーは響きちゃんですね。この真ん中のね金髪の女の子ですね、響きのご褒美プリン風味になります。早速飲んでいきたいと思います。うん、プリンのカラメルの匂いですかね、甘くてねいい香りですね。通常のねプロテインと変わらないような色をしております。シェイカーに 200ml の水を張ってきましたんで、クロスプーンですね、こちらですり切って1杯入れていきます。よいしょ。泡立ちもねダーもほとんどありません。あ、プリンのねいい香りですね。カラメルの匂いがね非常に香ばしくてね、すごく食欲をそそる匂いとなっております。それでは早速いただきマスキュラー、いただきます。うまい。ここ数ヶ月ビーレジェンドがすごい得意な酸味系のねフレーバーが続いてきたんですけど、今月はもう全くね対角にいる甘い系のねフレーバーですね。ミルキーとかバナナとかね、そういう甘い系がね好きな方に、ね、おすすめしたい味に仕上がっております。プリンがものすごく再現されてますね。カラメルパウダーがね入っておりますんで、プリンの底まで達した時に味わえるあの味ですね、絶妙にねこう再現されておりまして、非常に美味しいです。どんなプリンって言われたらね非常に難しいんですけど、ペッティンしたらペリンってあのプリンにね非常にね近くてね美味しいフレーバーにね仕上がっております。減量中甘いもの食べたいけど食べちゃいけないとか、そういう時とかにねもうものすごく最適な甘い系のフレーバーに仕上がってると思います。ですんでもうミルキー好きな方なんか絶対好きじゃないかなって思います。ちょっと濃いめに作って凍らせたりゼラチンとか混ぜてね固めてね食べちゃうっていう方法なんかにしてもね非常にね美味しくね召し上がれる商品になっていると思います。それではちょっとね栄養成分表示の方をお伝えさせていただきます。1食ね 29g あたりですね、エネルギーが 115.1kcal、 タンパク質が 20.3g で、脂質が 1.9g、 炭水化物が 4.1g、 食塩相当量が 0.3g、 ビタミン C39.2mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。発売日なんですけれども、10月28日水曜日お昼12時からとなります。価格の方はコラボ商品いつも通りの3200円となります。今回のフレーバーが響きのねご褒美プリン風味っていうフレーバーになってるんですけれども、響きさんだけじゃなくてお客様のねご褒美プリン風味になりうる味だと確信しておりますので、ぜひね発売日10月28日12時にお買い求めください。サイドチェスト